ヒロノムスは、古生代石炭気候期ペンシルベニア紀の約3億1500万年前のカナダに生息していた、爬虫類である。カシネリア、ウェストロティアーナなどと共に最初期の、有用幕類とされる。発見者は、カナダの地質学者、ジョン・ウィリアム・ドーソン。学名は、森のネズミを意味し、種相名ライリーは、チャールズ・ダーウィンの死とも言える、チャールズ・ライエルにちなむ。体長は、 約30センチメートル、頭骨長約3センチメートル。外見は原生のトカゲによく似ていた。頭蓋骨は高さがあり、後部は切り立っていた。糞は細長く、顎骨端及び口外部の翼上骨には小さく、鋭い歯を多数持っていた。ましい心は退化し、発達した死体と長いを持つ。先行する歯がたるいから更新された箇所は以下の通りである。 カナダ、ノバスコシア州のジョギンズの化石の崖群より化石が出土。ヒロノムスの化石は当時の植物の切り株の化石の中からよく発見される。樹皮以外が腐って空洞になった切り株が天然の落とし穴になり、そこから脱出できずに死んだものらしい。バンリュールやアーケオシリス、そういうミルペトロラコサウルスなどが同様に発見されている。ダーウィンの 種の起源に記されているように、この地は石炭機の植物化石が多数発掘されることで知られていた。またライエルは1840年代にこの地を訪れ調査している。森に住み、小さな昆虫や陸上接触動物を捕食していたとされる。当時のノバスコシアは湿地帯であり、彼らは巨大なシダ類によって形成された。 大森林に生息していたと考えられている。かつては、ヒロノムスの属するカップトリヌス類は、爬虫類の素形的グループとして、シームリア型類、ディアデクテス類と一緒にハイリュ竜類というカテゴリーに入れられていた。ハイリュ竜類の名は、彼らが共有する、原始的な両方型の椎骨の形状に由来する。現在ではより原始的な全二者は、両生類として扱い、 完全に爬虫類と考えられる。カプトリヌス類だけが爬虫類に入れる考えが主流である。ありがとうございます。